どうも皆さんんこにちは、今回ですね、タウンホール8の、えー、一番有名、最も有名、そして強い、えー、配置の紹介ですね。まあ、あのですね、今回この配置な何で紹介したかっていうと、本当強いからです。では早速この強さについて見ていきましょう。まず対空砲の位置。まず対空砲の位置を確認したいんですけれども、まあ、代表的なのはここですよね。ここの、ここの対空砲は、まずですよ、やはり相手から見たら、 ここ,はフリーここは何もないですよねここら辺は何もないのであのー、ここにジャイアントを置きたくなるんですよですけどもここに置いた場合最短の防衛施設は大砲になるわけですなのでジャイアントは必ずこっちから回り道をして大砲を壊しに行きますその間に倒してる間にまあ今建設中ですけどもビザードの塔であったり大砲そしてアーチャータワーそして白撃砲が倒してくれると。 いうことですでですよ万一ここからウォールブレイカーを出そうとした、まあ、そしたらまここら辺にまあトラップとかいろいろありますけどもまあ隠してツラが最悪ヨぎッと出てきてまた倒してくれるという配置になっておりますなのでここが一番の釣りですよねまあ、同じことがここにも入れるんですけど同じことがここら辺であったり、まあ、ここにも入れるんですけどもやはり強いうんはいそうですね まあここに金山を置く理由はもう言うまでもないですよね。要するにただ誘導のために置いてるだけなので。そして誘導の中、もしね、こう、大砲壊されてやろうとしても、大砲を壊し、あこちらだった大砲を壊して、こっちから侵入しようとしても、基本的に、ここをね、のこのこはジャイアンとか歩いてるうちに、もうこの3つであったり、このウィザードの塔であったり、大砲とかがやってくれます、基本的に基本的に。 生きて帰れないですジャイアントもうこんなねこんなところ積まれたらなのでほんと一番強いと感じましたまあターンホールまあこの点でちょっと一番ちょっと欠点だなと思うのはちょっとアーチャータワーの二つの位置ですよね二つの位置ですかねやっぱりアーチャータワー強いんですけどそれが二個重なっちゃうっていうのはちょっと痛いかなと思いますまあアーチャータワーを大砲と入れ替えてもいいかなと思うんですけどもまあということでターンホール8の 有名かつ最強なハイジでしたさよなら